先生。大丈夫？ぼーっとしてた。昨日と同じ晴れた空、見慣れた街と帰り道、いつものドアを開いたらそこに君がいたんだよ。先生の決めた教科の通りに勉強すればいいんだよね。家族じゃない人が私の部屋にいるって変な感じだね。じゃあ今日は終わり。明日もよろしくね先生。お待たせ先生。みんなでプール行ってきたんだ。写真見る？友達から勉強教えてってお願いされたの。ちょっと動かないでね。じっとしててね先生。今日もよろしくね。また今度かすね。先生もやってみて。友達からだった。まだまだいけるよ。また今度音楽一緒に聴こうね。この辺蚊に刺されてない？あーんってしてあげよっか。今日は結構ハードだったよ。暑いし。ご主人様、何かご注文はありますか？こういう時にカップルがそっと手を繋いだりするシーンだよね。誰？